アイドルグループ、V6 の岡田准一が主演を務める映画、チリツバキ、9月に、8日公開の特報、およびポスタービジュアルが14日、公開された。岡田准一同作は、ハムロリンによる同名小説を映画化。カメラマンとして数々のキャリアを持ち、映画監督としても、剣岳天の木、2009、で第33回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞している木村大作がメガホンを取る。藩の不正を訴え出たために追放された男、瓜生新兵衛、岡田、が、死を迎える妻。死の、麻生久美子、に頼まれ、かつての親友、榊原うねめ、西島秀俊、と対峙する。撮影は、富山、彦根、長野にて行われ、時代劇としては前代未聞の全編オールロケに。美しい自然、と木村カメラマンによる、美しいが、木村監督の演出と岡田、西島秀俊ら豪華俳優陣による、美。シータたずまいと生き様、が書かれ、特報とポスタービジュアルではその本編の美しさを切り取った形となった。特報は18日より全国の東宝系映画館で上映される。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。